こんにちは、うりさんです。 TBS 系毎週金曜日夜10時から放送のドラマ、ライオンの隠れ家第1話、考察とばかです。1話のあらすじとキャストについてはこちらの動画を参考にしてみてください。月額190円でメンバーシップも募集中ですので、よかったらご検討ください。さて、今回は1話の時系列と整理、サスペンスパートという順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。1話の時系列と整理。2024年9月5日、ヒロトとミチトは茨城県浦和市で凪のような生活を送っていました。ミチトの向かいの車が去った後、早々に怪しい車が出てきましたね。私はこの時ライオンが乗っていたと考えています。ヒロトは茨城県浦和市市役所福祉課の職員。お昼休みにネグレクト、虐待というワードが出てきたので、ライオンくんは身体的虐待を受けていた可能性がありそうです。ミチトの解体が朝顔動物園のポスターに決まりました。ミチトは自閉症スペクトラム ASD ながら絵を描く才能に特化しており、動物好きという設定でした。朝顔動物園にいるアフリカライオンのオスコータ7歳はプライドという群れを作らず、一頭だけで暮らしていました。オスの子供ライオンは成長するとプライドを追い出される。このプライドというワードが後のライオンくんの境遇にかけていましたよね。そして色を識別する能力もあるようです。ちなみに塗料にはパントーンという色見本があり、ミチトが言っていた 114C はオレンジ、イエロー、ホワイトを混ぜた色でした。この色の違いを見分けられる能力が今後の伏線だと考えています。ヒロトとミチトが帰宅するとライオンが縁の下に隠れていました。そしてトイレでは大人がひらがなで書いたメモを確認していました。そのメモを解読すると、冒険中、名前はライオン、呼ばれても返事しちゃダメだよと読み取れるので、そう言い聞かせられたんだと思いました。18時12分 X から、じゃああとはよろしくというメッセージが届きました。一方、遠く離れた山梨県甲府南署に立花翔吾が行方不明届を出していました。行方不明になったのは立花葵、1988年4月3日生まれ36歳と、シュート、2018年9月11日生まれ5歳。なのでライオンくんの正体は立花シュート5歳で、母親は立花葵確定で良いと思いました。正午によると3日は帰ってこないので、山梨県吹野川にいたのは3日前ということになります。ただの家出だと思われる立花親子の捜索に高田はやけに積極的でした。そんな高田に接触したのが週刊誌記者の工藤楓。行きつけのお店を聞いていたので、後のスナックかすみにつながるのかなと思いました。9月5日夜、ライオンくんはかなりのマヨラー。自分の大切な世界の動物大図鑑をミチトに見せようとしましたが、取り合いになりミチトはパニックになってしまいました。ヒロトはライオンくんの背中にあざがあるのを発見。この時ライオンくんはうるさい、あっち行けやと大阪弁で言っていましたね。20時17分過ぎ、ヒロトの回想が始まり、ユボ兄弟の姉がいることが分かりました。葵が小森家に来たのは2014年4月。葵16歳でヒロト10歳、ミチト6歳でした。ちなみにプロフィールには実母に捨てられ、15歳の時に父親の現在の家庭である小森家にやってくるとあり、18歳の時に家出をしたきり消息不明になっていたと書かれていました。ヒロトは自由奔放でマヨラーなことと、あとはよろしくという言葉を思い出し、20時33分、もしかして葵さんですかというメッセージを送信しました。それを何者かが受信し、発信場所を確認していました。その夜ライオンくんはこの家にいれば安全だからと発言。9月6日、ミチともライオンくんの背中のあざに気づき、そのプライドは安全ですかと尋ねました。
警察に向かおうとしたヒロトですが、 X からのメッセージや虐待のこと、ライオン君の言うこの家にいれば安全だからという言葉を思い出し、3人で暮らすことを決心したようです。職場やトラジーには親戚の子を預かっているという体にしました。その夜、高田が立花葵の行方不明データベースを検索。6日の朝、雫橋で親子の靴が発見されたという報告を受けていました。葵がライオン君の首に手をかけるところで第1話終了。サスペンスパート。まず、ライオンの隠れ家というタイトルから、ライオン君は木漏れ家にいた方が安全だということが分かっていますよね。自分はライオンだと名乗ること、おそらく本名のシュートと呼ばれても返事をしてはいけないということを守ろうとしていますし、メモ帳には他にも書かれていそうなので、何かから守るために母親の葵がヒロトに託したと思われます。しかしヒロトへのメッセージは X となっており、何も告げないというのはやはりおかしいです。確かに虐待はあると思うし、ライオン君がうるさい、あっち行けやと言っていたので、ネグレクトもあったのかもしれませんが、ライオン君は山の中で母親と手をつないでいました。葵はライオン君の首に手をかけていましたが、思いとどまり計画を立てたのではないでしょうか。ライオン君のリュックにはお気に入りの図鑑と着替えがちゃんと入っていましたよね。つまり立花一家が住んでいるのは山梨県、小森家は茨城県なので、遠くにいる知り合いにライオン君をかくまってもらい、自分たちは亡くなったか失踪したことにして誰かから逃れることを選択したんだと思いました。単純に考えると、夫翔吾からの暴力から逃れるためですが、ヒロトの職場を福祉課としているのに DV 夫から逃れる手段として行政を頼らないという設定にしているところに違和感を感じました。なので本当に事件に巻き込まれているのではないでしょうか。1話の冒頭に出ていた車は葵が運転しており、ライオン君が乗っていたと思っています。そしてヒロトにメッセージを送ったのは X。 2話からヒロト兄弟とライオン君を監視する流れだと考えています。そうなると葵と X との関係は何なのかを考える必要があるので、起きている事件とは何なのかという情報を待ちたいと思います。さて、皆さんはどんな考察をしていますか？コメントで教えてください。ソフトクリームの広場で鐘の鳴る頃にというメッセージが気になる第2話は10月18日金曜日夜10時放送です。チャンネル登録者数の目標を1万500人にしているので、登録まだの方はよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。